天井優也殿をお連れしました。そなたがレクシアを救った者か、そなたがレクシアに求婚された者か、この娘をたぶらかしたクソ野郎か、なんだ、世の可愛い娘への手土産もないと。もしよろしければレクシアさんにこれなんかどうでしょう。なんだそれは。これは極楽布団といいまして。まあ貴様、世の前でレクシアを誘惑しろ。この国で寝具を異性に送るということは、そのものと結婚したい、床を共にしたいって意味があるのよ、お父様。問答無用。